ちは、宝塚にあります中華料理シーファンの松本です。皆さん中華クレープってご存知ですか？甘いやつをね、巻いたやつ、日本のそれとはねちょっと違います。皆さんね、よくご存知だと思うのは北京ダックを巻いてる薄い皮ですね。それが中華クレープなんです。中国ではね、とてもポピュラーな、いろんなパターンのあるお料理なんですね。ポーピンと言います。薄い餅と書きます。今から作っていきますよ。材料はね、とても簡単です。まず強力粉が 100g、 薄力粉 100g、 お塩が少々、はい、ラードも少々、大さじ1杯ぐらいですね。はい、そしてね、ここへ熱湯を注ぎます。だいたい粉の体積の半分弱ですね。この量でしたら粉が 200g ですのでね、まあグラムじゃないんですけども 150-60cc ってとこでしょうか。これもね、夏場の粉と冬場の粉はね、すごい水分の含有率っていうんですか、全然違いますのでね、やっぱり冬場はね、乾燥する分お湯をたくさん入れますよ。この辺は調節してください。はい、綿棒なんかでね、ぐるぐるぐるっとひとまとめになるように、回していきます。はい、こんなもんでしょうか。はい、ではこれをね、台の上に置いて練っていきます。動画ではね、どうしても手袋してては感触がね、つかめない部分もありますのでね、今のご時世ですが素手でさせてもらいます。手はね、きれいに何度も洗って消毒もしてやってますよ。これはもうコップの常識です。絶対にお客様に不安を与えないのが料理人としての常識なんで、しっかり手を洗ってます。料理人の手はね、世界で一番綺麗です。ちょうどね、言い方さんになりましたね。わかりますかね、耳たぶよりちょっと柔らかめです。はい、ではね、この練った生地をビニール袋に入れて、だいたいね、小1時間寝かせますよ。はい、生地の完成です。牛肉はね、切った後水で流してね、ちょっと血抜きしますよ。はい、こうやってね、血抜きをすることでね、お肉の臭みを抜き、
そして下味がね、お肉の中までぎゅっと入るようにするね、中華だけの独特の調理方法です。はい、血抜きしてね、水で流したお肉はね、ボウルに入れていただいて下味つけます。胡椒、塩、お砂糖、濃い口のお醤油、ごま油少々、溶き卵、はい、よく混ぜます。はい、この状態でね30分寝かせますよ。その間に下味がねぐっとお肉に入ります。30分経ったお肉に片栗粉を加えてよく揉みます。はい、仕上げに塩しめ油、これでね油で揚げるときにお肉はふわっとほぐれます。はい、下味完成。はい、伸ばし方にもねいくつかあるんですが、2枚に重ねたりね、するんですが、僕の場合はもう1枚だけで伸ばすので、ずっとやってきましたのでね、1枚伸ばしはやります。しっかり打ち粉をしてね伸ばしていきます。今はね、市販で北京ダックのポーピンは売ってますけどね、昔はこうやってね、どの店も手でね、伸ばして焼いてたんですよ。こうやってね、薄く伸ばしていきます。ポーピン焼けました。はい、ではね、今日はねポーピンに包んで食べるお料理
牛肉の甘味噌炒めを作ります。牛肉のね、細切りをね、ひっくり今度の油に投入して、その後ね、玉ねぎの細切り加えます。広東料理ではね、ハムジャンっていうね、あの甘味噌をね、作って味付けにしたりするんですが、今日は甜麺醤でやります。おろしにんにくと生姜、ちょっとピリ辛がいいんでね、美味しいんで、豆板醤少し入れますよ。はい、甜麺醤、ゆっくりね、焦がさないように弱火で炒めてやります。にんにくと生姜の香りを移しますよ。はい、ここで紹興酒、スープを少し加えます。はい、オイスターソースが少々、お砂糖が多め、はい、あまり醤油で色を強く濃くします。はい、ここで味見、味が決まったら牛肉と玉ねぎを加えますよ。しっかりと味付けして、水溶き片栗粉で溶きます。はい、牛肉の味噌炒め、ボーピンを用意して葉っぱを乗せます。はい、お肉を乗せて、香菜はお好みで、はい、今日はね、このきゅうりの甘酢の細切り、生姜の甘酢の細切り、ネギの細切りを薬味で用意してますよ。はい、きゅうり、生姜、ネギ、巻きててね、ギュッと巻いて完成です。いただきます。これからもいろいろな中華料理を発信していくので、よろしくお願いします。